half of these. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Whip, whip, pull me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Take me down and build me up. I wanna be. はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。パパタラーです。今回は9月19日木曜日のクイックアップデート前にできる超高速の複製です。これクイックアップデート後はできなくなる可能性あるので、ぜひねフレンドさんいる方はぜひ早めにやった方がいいです。というわけで、では必ずねフレンド限定セッションで複製する人とお手伝いの人、ここでねフレンド限定セッションから開始をします。複製する車両っていうのは基本的にこういったね1Cをアップグレードした1Cレトロ、またはねこのベニーズの方からエレジー RH8 をアップグレードしたエレジーレトロカスタムなどを使います。この複製ではカスタムナンバープレートはいらないですね。では複製の犠牲車両というのはファギオを使います。エレジー RH8 でもできなくはないんだけど、スピード重視するならファギオです。これね5000ドルですけど、ケチんない方がいいですね。そして機動作戦センター、必ず区画3を個人車両保管庫にしてください。これじゃないと保存ができないです。では、このファギオをどこに用意すればいいのか。クラブハウス以外に必ず用意してください。要するにね、ファギオがある場所に全部複製された車両が行きます。なので、車、4輪の車をね、複製した場合に、ファギオがクラブハウスにあると入らない、入れ替えられないっていうことで、途中でねつまずいてしまうんですね。なので必ずファギオをクラブハウス以外に置く。そして複製したい車両はカジノペントハウスガレージに入れておきます。なので 1C レトロをカジノペントハウスに入れておきます。では複製する人、ジョブからアリーナのジョブを開始します。爆弾とかねこういったやつでいいと思います。ではフレンドさん、複製をお手伝いする人の画面です。右上ですね。複製する人がアリーナのジョブを開いた、フレンド限定セッションで開いている、2人はパーティーを組んでる、2人ともねオンライン表示にしている状態です。そしたら複製をお手伝いする右上の画面の人は自分のね個人車両、何でもいいです。ファギオでもいいし、エレジー RH8 でもいいし、まあなるべくね大切な車両じゃない方がいいと思うんだけど、別にねまあ大切なやつでも消えはしないです。まあそういったファギオとかエレジー RH8 とかをカジノの入り口で係員に車両を預けるんですね。なのでお手伝いする人はペントハウスガレージは持っていなくて大丈夫です。ここの入り口に来て赤いチョッキを着た人の前で右十字キーをして車両をカジノに預けるという状態ですね。で個人車両を預けたら中に入っていきます。そしてこっからの操作ね、動画と同じようにやれば本当にタイミングそんな難しくないです。では中に入ったらまず何をやるかというと、入って左側におじさんが立ってます。ここの前に行くと駐車場サービスといって今預けた車両を呼び出すことができます。それをねやるんですけれども、まず操作間違えないでください。おじさんの前に行ったら右十字キーを押して駐車サービスをします。そして駐車場っていうのが出てるところで PS ボタンを押してください。そのままパーティーに行って複製する人、今アリーナのジョブを開いてる人に参加をします。そして警告が出たらここから何も押さないで右十字キーを連打しながら途中から丸も一緒に連打します。右十字キー連打しながら丸も同時に押して丸丸丸丸も右十字キー右十字キー右十字キーって右十字キーと丸を連打って両方ですねずっと押します。そうするとね暗くなって空に行ってまた暗くなって次に床が抜ける、もしくは床が抜けなくても右下にロードというふうにずっと固まったような状態になります。これは今までの複製のお手伝い、例えばね個人車両のマーク、トラッカーを外すとかそういう時に使えるやり方になりますね。床が抜ける時と抜けなくて右下にロードになって画面が固まってる、どっちでも、基本的には大丈夫です。そしてジョブのロビーに 3,40 秒ぐらいすると行きますので、ジョブのロビーに入ったら×丸で退出していきます。このままジョブのロビーに入るのを待ちます。だいたい 3,40 秒ぐらいですね。
で、ロビー行ったら慌てず×丸をホストというのが見えたぐらいで×丸って押すと退出できますね。ではホストっていうのが見えたので×丸押します。そしたら複製する人もこのジョブのロビーをやめちゃって大丈夫です。そしてお手伝いさん右上画面の人、いつもとちょっと違う場所に移動したりする時もあります。ここでね、確認してほしいのはお手伝いさん右上画面の人、個人車両マークあるけど個人車両が見えないとか、そういった状態になります。例えばお手伝いさんが個人車両マークあるけど車両が見えない、そしてそれを MC でしまってもう一度ね車両を呼んだ時にも、このすぐ近くに出ないで、例えばパシフィックのバイクのね、ミッションありますよね、あのあたり届けるねバイクのあたりのアパートの前あたりに、出れば OK で、そしてねオプションが押せなくてマップ開けないと思います。でインターネットから例えば開いた瞬間にオプションを連打するとマップ開けたりしますね。そういった状態の時がトラッカーを外せるお手伝いできる状態です。こういった状態ですね。ではだいたいカジノのこの辺りに移動してきます。そして待機します。複製する人の手順になります。まずは MC プレジデントに登録してファギを1台要請します。必ずねクラブハウスにないものを呼んでください。クラブハウスにファギをある場合はそれサンチェスとかね買ってね上書きして消した方がいいですね。ではファギをまず乗り込んで複製のお手伝いする人の近くに持っていきます。右上画面の人は無操作退出にならないように気をつけてください。もう慣れちゃえばめちゃくちゃ速くなります。そして車両を降りて複製をお手伝いする人が乗ります。乗ったら複製する人は車両を保管庫に戻すを押します。でもねフレンドさんは降りない状態、フレンドさんはちょっと先に進んでこの辺りで待機。複製する人はカジノガレージの方に向かってだいたいこの辺りで、アクションメニューから大きな車両で機動作戦センター要請します。この時ね下を向いてた方がいいですね。真正面向いてると近くに出現しない場合あるので、真下とかを向いてると比較的近くに機動作戦センターや個人車両が呼ばれます。届いたことを確認したら今度は MC プレジデントで違うファギオを要請します。例えばファギオを呼ぶときに右十字キーとかを押して違うものを呼びます。呼んだら 2,3 秒してから今度はカジノペントハウスガレージに入っていきます。複製したい車両がこの中に入っているということですね。フレンドさんはこの間にまあカジノペントハウスの近くあたりに、ね、移動しておくと次の車両の複製がスムーズになります。だいたいこのあたりまで来てくれると次が早くなりますね。複製する人はペントハウスガレージに入ったら複製したい車両を乗り出すだけです。イッシーレトロカスタムやレジレトロカスタム何でもいいので、そういったね、売却に向いた車両っていうのを乗り出します。乗り出したら気をつけてください。フレンドさんだけが車両を降ります。そうすると車消えます。フレンドさんが車両降りて消えたら複製する人はそれを機動作戦センターの中に入れてしまいます。これで1台複製です。こっから連続複製です。続けてやる場合はこの車両をまた機動作戦センターの外に乗り出します。乗り出して車両を降ります。フレンドさんがこの複製したい車両に乗り込みます。乗り込んでまた競馬場の入り口あたりまで移動していきますね。移動していってここで待機をしていきます。また複製する人は MC プレジデントから違うファギを右十字キーとかで選んでファギを要請します。そして 2,3 秒経ったらまたカジノペントハウスガレージに入ると複製したさっきの車両の元の車両がねまだ残ってる状態になります。それを乗ってで外に乗り出します。フレンドさんは次がスムーズに行くようにペントハウスガレージの前あたりに移動しますね。複製する人はこのままイッシーレトロカスタムを乗って外に乗り出します。
まあね、ここでね、他の車両とかもね、全然、複製できます。こっちの車両を複製してみたいなとか、そういうのもできます。で、この車両乗り出したらフレンドさんが車両を降ります。フレンドさん車両を降りると車が消えます。消えたら複製する人はこれを機動作戦センターの中にしまう。これをね、繰り返すだけです。本当にね、1回が約45秒くらいで複製できると思います。めちゃくちゃ簡単です。フレンドさんと1時間交代とかでやるといいと思いますね。フレンドさんいない人はパパテラフレンドコミュニティなどを使ってみてください。まあよかったらね、これね、修正後の新しい手順なので、よかったらやってみてくださいね。I love how it feels when I break the chains. Whatever.